トカバーの柳瀬二郎です。今日は僕のゆかりの地調布を皆さんにご案内します。誰もまず降りないじゃないですか。ここ来る人初めての人が多い。府中とかだったらまだなんかまだなんかある街だし、文化的なことまだっていうかない。それは自分なりになんでなのかなって。文化がないことに対してすごい嫌だとかは実際ないんですけど、それがもうもはや文化みたいな、何もないっていうのがアイデンティティ。最初の方のサンダーボルトチェーンソーっていう EP とかはもう全部この辺のことを歌ってて、もともとデモの段階で玉川っていうアルバム名にしてたんですよ。ぐらいもうこの街のイメージをそのまま曲にして、ニュータウンとか都市開発とかが90年代で終わってる街の空気感ありますね。なんかすごい熱量があるんですよ。熱量がそこで止まった、バーンスッバーンみたいな、なんかだからちょっと廃墟の興奮に似てるところとかあるんですよね。なんかもうその時が止まってるみたいな。それは何なん、星から光を降りてやってきたけど、恥ずかしいくらいにも僕はただの人間でした。あ、ベイビー、君には平和の大志がついている。僕はそれを知りながら増えすぎた嘘をつきます。この辺来た人って絶対それ言うんですよ。時が止まってる感じがして、なんか変なさ、もう空気感が全然違う。外国この間ネパール行ったんですけど、そんなような違いが僕にはある。新宿とネパールとそんな大差ないようなこっからしたら、ダンスとか曲に作る時とかはもうなんか別の星みたいな、なんかあのそのシオンあるじゃないですか、ひそひそでしょみたいな、そういうなんか見えるんですよ。近い川とか行けば、都会が渋谷とか近いけど全然なんか別の異世界なんですよね。ここの空気感がそうなってるから、早い早いっていうかも別のタイムラグにいる感じ。
ただし答えに本当はみんな裏切られたいんだろう。夏の荒野をかける遠吠えと鉛筆の芯の白い光、うん、おそれは天から与えられた脈、抜けがけは許され甘さらしに忘れられた家の中で、もっと気まぐれに話をすればよかった。今はいいところですね。最高ですね。やっぱ好きなんじゃないですかね。ムこのムード。水木しげるもそうだし、俳優とかも結構住んでるみたいなんですよね。すごいでしょ。休憩所みたいな感じ。いい街です。15分で新宿行けます。そうか、必要なものがあればいいタイプなんで。多くはいらない。基本的に家で曲作ってるだけです。それのインスピレーションになるものはでもあるってことです。無だけど無の中に。うん、押していけばいいんじゃないかな。死が絶対でもうまくいかないんだろうな。